本日のスペシャルでは今月発売された結婚が前提のラブコメ2の著者栗野原壮介先生にお越しいただきました。先生お入りください。先生お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰してます。はい、今日はメガネじゃないんですね。そうですね、たまたまですけど。たまたまなんですか。あの普段そんなにかけなくてもいいぐらいの視力の悪さなんで。あ、そうだったんですね。だから日によってかけたりかけなかったり。なんかかけないとまた全然雰囲気が違いますね。あ、そうなんですか。はい、だって前はもう1月だったの、もう5ヶ月ぶりの。そうですね。そうですよね。いつの間にかそんな経っちゃいましたね。はい、え、なんか覚えてますか。あ、もう全然全然、声優さんに会うっていうことが、はい、もう僕の人生の中で天海さんと南さんの2人だけなんで、はい、あ、もう印象がすごく強いです。あ、本当ですか、はい、すごい嬉しいです。あの前回はなんかキャラクターにアフレコを即興でしてもらって、はい、あれもまたすごい嬉しくて。あ、ありがとうございます。演技が半端なく、さっきも外で聞いてて、あ、振ってる音ちょっと恥ずかしいシーンで。いや、そうですね、なんかの担当の編集者さんのちょっとあの性癖じゃないですけど、ね、ちょっとなんかね、うん、性格が垣間見えたなと思いました。悪いのは岩佐さんなんですけど。僕じゃないっていうところはね。でもすごいやっぱ面白いところをこう抜粋してくださるので、なんか続き気になるっていうのはやっぱりこうさすが編集者さんだなと思います。そこにいます岩佐さん。はい、そこに目の前にいらっしゃいます。はい、あ、そうだそうだ、今回はあのちょっとねご時世がご時世なので、このね間にちょっとアクリルカーテンをつけて放送させていただきます。では早速、そうだ先生の改めて、あ、そうですね、紹介をいいですか。はい、はい、本日結婚が前提のラブコメ2巻を、刊行させていただきました、栗野原壮介と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それで早速ですけど、はいはい、ちょっと今回あの通常の販売とは別に、うんうん、メロンブックスさんで、はい、ちょっと限定品というものを出させていただいてまして、はい、それがちょっとこの限定の今こちらにあるタペストリー付きの限定品が、かわいい、え、これカレンちゃんじゃないですか。そうなんです。うわ、これがメロンブックスさんで今限定品としてあの販売されておりますので、ぜひこちらもちょっとご購入の際に検討していただければ、はい、え、なんとこの服はもう男受け抜群ですね。おー、うん、そうなんですね。やっぱり結婚が前提のラブコメってやっぱこう結婚相談所を舞台じゃないですか、はい、やっぱり女性はいかにこう男性に気に入られたいかみたいなところがあると思うんですけど、これはもう男性大好きでしょ、この服、好きでしょ絶対。このなんか透ける感じのトップスもいいし、このミニスカートの感じもなんかいいですよね、女性らしさが出てて。それは多分吉田花先生の天才的な服装センスに。いいですね。吉田花先生すごい毎回洋服のセンスが素晴らしいんですよ。いや、それ私も思ってました。あの僕の方からは何も指定がないというか。え、そうなんですか。ええ、あのもしかしたら岩佐さんが指定してるかもしれませんけど。 ありえますね。ありえる。僕の方から何も言ってないんですけど、なんかモノクロの、はい、その洋服とかがいつもすごいおしゃれで、うんうんうん、でもものすごいちょっとこっちもテンション上がってくるっていう、そう、それがもうここにも生きてるっていう感じだと思います。すごい。先生はそのどういう女性が好きみたいなのはあるんですか。ちなみに、ちなみに聞いておきましょう。そしたら吉田花先生がね、やるかもしれない。いや、僕はですね、はい、あの僕個人としては、はい、なんかよくあのラノベとかに出てくるような黒髪ロングで清楚系の女性が好きなんですけど、うん、はい、でもなんか僕はすごいどっちかというと奥手の方なんで、うんうん、今まで振り返ってお付き合いをできた女性っていうのは、はい、ちょっとギャル系の、逆にちょっとあのギャルってほどじゃないけど、なんかその清楚とは全然違う感じで、逆に先生を引っ張っていく女性が多かったってことですかね。そう、ならざるを得なかった。なるほど。僕としてはでも清楚系の女の子にアピールをしたいところなんですけど、はい、度胸がないからできなくて、向こうから来てくれる女の子とじゃないと仲良くなれなかった。へえ。ちょっとそういう苦い思い出が。服装もどちらかというとロングスカートっていうよりかはちょっと
っと短めのスカートの方が多かったってことですか？そうですね、まあ、必然的に攻める方向に。うわー、ギャルだ。そこまでじゃないですけど、めちゃくちゃ面白いじゃんこれ。僕はめちゃくちゃ恥ずかしいです。そういう、うん、ままならないものがありましたね。さっき見たんですけど、あのいきなりフェチを聞かれて、こう上に書いてるじゃないですか、はい、なんかはいはい分かりますって書いてあったんですけど、分かるんですかやっぱり。やっぱりギャルが好きなんですか、みんな。いや、男は清楚の方じゃないですか。清楚系の方が好きっていう。清楚の方が好きってことですか？好きです。あ、そうなんだ。いや、これは私は今年やっぱ26歳なんで、やっぱ結婚とかそういうのってやっぱもうリアルな年齢なんですよ。だから今日はもう真剣に先生に聞きたいと思います。はい、まあ、僕で力になるのであればいくらでも尽力させていただきます。とりあえず貼っちゃいますか、こちらを。せっかくなので。いやー、まだ借りなきゃいけない。かわいい。ここで映ります。運営に振るな。どうですか、大丈夫？大丈夫ですかね。ちょっと音変わって。あ、音で。はい、そうだ先生、はい、今回ですね、結婚が前提のラブコメ2が発売されましたが、はい、1巻発売の際、周囲の反響とかどうでしたか？やっぱりこの婚活ラブコメっていうものが、うん、まあ、ラノベとしても今までにあまりないジャンルなので、うん、一体どんなものだろうっていうので、すごく興味を持ってもらえたっていうのがありましたね。え、ちなみに先生って年齢をお聞きしても大丈夫？年齢はまあ30後半ぐらい。30後半ぐらいですよね。はい、おじさんですもん。ま、結婚は？結婚はされてない。あ、ってなると周囲の人たちってなんかやっぱりこう、なんでこれを書いたんだみたいななりませんか？なんかもしかして結婚をしたいのかとか、お母様たちからは聞かれたりとか しないんですか？そうですね、まあ、これをどうして書いたのかっていう元ネタについては、はい、まあ、これは、まあ、ツイッターでもよく話になってるんですけど、あの先輩作家の平坂由美先生が、はい、なんか一時期すごく結婚したい気持ちを前面に押し出されている時がありまして、で平坂先生の編集が、うんうん、まあ、僕の編集でもある岩浅さんで、うん、で岩浅さんがその平坂先生の発言を見て、これは何かあるって、うーん、もうなんか結婚した人はしたい人はすごいいっぱいいるんじゃないかと思って、うんうんうん、でその時なんか絶賛僕はなんかもう没企画の山を作っていた時で、一巻の後書きが、まあ、読んでいただけると大体そうなんですけど、はい、でそこで岩瀬さんからのその婚活ものってどうかなっていう、なるほど、あれがあって、で僕はそれでラノベでやるなら、じゃあ結婚相談所の仲人とかでやるのはどうだろうかみたいになって、そこから話をこうこねてって今の形になったっていう、ね、なるほど。じゃあやっぱこうお母様たちからはこれを書いてるんだからあんたは絶対結婚できるよみたいな、あ、目が肥えてるでしょみたいなことは言われなかったですか？まあ、あの親からのプレッシャーは、まあ、常にある程度は実家に帰るたびにありますけどね。でもそのこの結婚が前提のラブコメを読むと、少しはやっぱこう、あ、こうすればいいんだみたいなのもちゃんとこう学べますもんね。まあそうですね、うんうんうん、一応まあその仲人さんの話とかそういうところから持ってきてるんで、うん、まあ僕にない引き出しからいろいろ持ってきてるんで、きっと結婚にはこう近づけるようなあれがあるんじゃないかって思うんですけどね。うん、さっきもその仲人さんって出たんですけど、なんと本当にその結婚相談所の中の人もリスナーさんっていうか見てる人がいるって聞いたんですけど。そうですね、あのツイッターの方で、はい、結婚相談所の現役の仲人さんの方から、はい、ちょっとリプなりなんなりいただいたことがありまして、まあ、結構嬉しいのがもちろんあるんですけど、うん、なんだろう、プロの目から見たらどうだろうなって、なんか変なツッコミどころないかなっていうちょっとドキドキもあったんですけど。どうでした反応は？あの結構好意的に見て、少なくとも僕の目線で見ると好意的に見ていただいてすごく嬉しく思って。いや絶対嬉しいですよ、自分の職業が本になるっていうのは絶対嬉しいし、今まで多分注目あんまりこうされなかったような裏方じゃないですか。そうですね、こうフューチャーされて絶対嬉しいと思います。あ、うん、ですかね、はい、
だといいんですけどね。いや、そうですよ。で、ツイッターって出たんですけど、このなんかツイッターを拝見すると略称がガノラブ、はい、らしいですけど、これって由来とかあるんですか？これはツイッターで有志の方が応援アカウントを作ってくださってまして、はい、でそこで一度投票しまして、あ、4つぐらいありまして、はい、候補が、へえ、でその候補の結果、候補を投票した結果がガノラブっていう。へー、なんでガノラブなんですか？だってひらがなのところを抜いたってことであってます、ね。うん、これは先ほどまた出てきました、平坂由美先生の、はい、偉大なる先輩作品という、うんうん、まあ、僕は友達が少ないっていう、それが略称がこうひらがな抜いてはがないだったんですね。なるほど。そこから僕はリスペクトも含めて取って、はい、じゃあ結婚が前提のラブコメでガノラブっていう一案を出して、他にもいくつかあったんですけどね。それが通ったってことですか？そうですね。へえ。っていう形で選んでいただいたっていう。本当にじゃあ先生を尊敬されているですね。そうですね。平坂先生はもう神のような存在ですね。でだって担当の編集者さんも同じって、なんかすごい運命を感じるというか。そうですかね。恐れ多くてあんまり僕は言いませんけど、うん、すごいなんか羨ましいですね。縁はある感じですね、うん、ね、言ってしまうと。はい、じゃあいよいよ2巻の話に入っていってもよろしいですか？はい、お願いします。はい、じゃあまずは結婚が前提のラブコメ2について改めてお話を伺ってまいりますが、まずあらすじをまた、ご紹介させてください。あらすじ、早乙女カレン、その恋春雷のごとく。ユイとカレンの気になる相手がバッティング。一つ間違うと恋の修羅場になりかねない。エンタロウは仲人として平等に接そうとするのだが、エンタロウ、あなたは初心者のユイをサポートなさい。カレンの申し出は明らかに自分の不利となるものだった。上流階級の世界に戻るべく金持ちとの結婚にこだわるカレン。しかし実際の彼女はいつも誰かを優先し、そんな役回りを引き受けている。エンタロウは思う。カレンにとって本当に幸せな結婚とは何なのか。絶対結婚したい系婚活ラブコメ、春に色めく第2幕、はい、ということなんですけれども、結婚相談所を舞台に結婚を夢見る婚活女子たちをテーマにした作品第2弾ですが、今回はより一層ラブコメ色が強くなるそうですね。そうですね、はい、前回に比べるとやっぱ前回は婚活ラブコメっていうちょっと変わった舞台というか、うんうん、変わったものなので、やはり最初にちょっと説明とか、うん、世界観の説明とかこういうものですっていうなんかを入れないといけないんで、うんうん、そんなになんか、まあ、ラブコメができないんですね、うんうんうん、だから2巻からその説明が終わって、はい、ようやく本格的に、まあ、婚活やら、うんうん、ラブコメやらが始まっていく感じでして、はい、なんかもうあらすじからして、だってユイと彼の気になる相手がパッティングの時点でもう修羅場ですもんね。そうですね、まあ普通に考えるとそうなりますよね。それがだってエンタロウじゃないっていうのがなんかちょっとこう違いますもんね、普通のラブコメとは。そうですね、エンタロウはあくまでもサポートする側っていうポジションですからね、うんうんうん、で、特にこの日韓で注目なのが白状エンタロウ結婚相談所に入会している婚活女子の一人、早乙女カレンということなんですけども、日韓でカレンちゃんが注目されているということですよね。うん、まあ日韓、まあ、メインがカレンですからね。メインがカレンちゃん、うんってことなんですけども、うん、改めてどんな性格のキャラクターか教えていただいてもいいですか？そうですね、まあはい、カレンはまあ、元お嬢様だったんですけど、うん、子供の頃にちょっといろいろあって家が没落してしまって、うんうんうん、今は貧乏になってしまって、はい、まあ、この庶民の世界で、まあ、生きていくっていう、だからこのプライドとかそういう気持ちとかはなんかお嬢様の気持ちを持ってるんですけど、本人はもうすごいもう節約とかすごいやってて、うん、もうジャージとかで生活しててっていう、うん、裏設定ですけど汚れないからっていう理由、汚れが目立たないっていう理由で黒いジャージを着てるとか、あ、そういうのがあったり。へー、
すごいけなげというか。そうですね、うん、まあ、あのそういう状況でも腐らずに頑張ってる強いところがあるというか、うん、そんな感じ。そんなの絶対お金持ちと結婚してほしい、報われてほしいですよね。あ、まあそうですね、うん、と本当に思います。はい、ここでですね、作品に関連するキーワードを挙げながらよりストーリーを深掘りしていきましょう。キーワード1、カレン VS ユイ。はい、今回婚活イベントにユイとカレンが参加するそうですね。で、婚活イベントとはどんなイベントでしょうか。そうですね、まあ読んで字のごとく、まあ、結婚をするための相手を見つける、まあ、いろんなイベントなんですけど、うん、有名なところだと、まあ、婚活パーティーとか、うん、あとマチコンとか、うん、なんか変わり種だと、うん、なんかあのバスツアーみたいな感じで、え、バスツアー、なんかよくあの梨狩りとか、はい、いちご狩りみたいのにありますね、婚活をつけて、え、梨狩り婚活みたいな、そういうなんか仲人さんがいろいろ企画して、はい、そういうなんかちょっとなんかイベント色を強くした婚活的なあれもあって、まあでも結局最終的な目標はやっぱりそういうイベントを通して結婚を考えられるような相手を探すっていう。バスって面白そうですね。だって絶対座席隣になるから。そうですね、そこからもう多分始まってる感じですよね、うんうん、婚活が。私思うんですけど、対面よりもその横にいる方が話しやすいなって思うんですよね。あ、そうですね、なんか緊張しちゃうじゃないですか、うん、対面って、うんうんうん、でも横だとなんか見られてるっていう心配もそんなにないし、はいはいはい、すごいリラックスしていけるから、バスツアーめちゃくちゃいいですね。そうですね、結構成果出るかもしれませんね。ちなみにそのバスツアーは小説の中に取り入れたりは。バスツアーは出てこないんですけど、でも円太郎がちょっと婚活イベントを今回企画してるんで、はい、それがちょっと出てくるから。どんなイベントかめちゃくちゃ気になりますね。はい、そしてですね、そこでユイとカレンの気になる男性会員がバッティングしてしまうと、うんうん、これはどうなってしまうのか聞いてもいいですか。そうですね、はい、まあ本来ならばそこでね、うん、まあ、バチバチの戦いが始まってしまうところなんですけど、うんうん、でもちょっとカレンが遠慮気味というか、まあ、なんだろう、こう強めにいかない感じがあって、うんうん、でまあその様子を見たちょっと円太郎が不思議に思って、何か理由があるんだろうなっていう、うん、でその理由を探っていくと、まあ、ちょっとカレンの深いところが見えてきて、それがちょっと作品のまあ、クライマックスにつながっていくというか。え、だって友達というかね、やっぱりこう人生を決める相手をこう、ね、身を引くってなかなかできないことじゃないですか。そうですね、うんうん、まあ、自分が自分がって本来は行くところなんですけど、うんうんうん、まあ、そこで行かずにちょっと引いてしまうところが、まあ、彼のこの姉御肌なところというか、あ、出ちゃうんですね。本当に幸せになってほしい。でもユイとカレンが気になってる男性が一緒ってことは、じゃあ二人のその好きな男性も一緒というか似てるんですかね、好みの男性。そうですね、まあ結果的にちょっと二人が好きになる男性のタイプが、うんうん、まあ、結構似てるっていうのが判明して、あ、でまあそこからまたちょっと二人の関係性というか、まあ、うんうん、いろいろとちょっと話が転がっていく。転がっていく、あ、なるほど。じゃあキーワード2に行きます。キーワード